ウィルキン軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6576人であり、2000年の7138人から7.9%減少した。軍庁所在地はブレックケンリッジ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウィルキン群はレッド川を挟んで西隣のノースダコタ州ッチランド群と共に、 ワーペトンショート試験を構成している。ウィルキン軍は1858年3月8日にトゥームズ軍として設立された。その名前はロバート・トゥームズにちなむものであり、トゥームズはジョージア州出身でアメリカ合衆国会議員、同乗院議員を務めた後、アメリカ合衆国からの脱退を推進し、アメリカ連合国国務長官と南軍の将軍を務めた。 1863年、軍は、トゥームズと縁を切るために、アンドリュー・ジョンソン大統領にちなんで、アンディ・ジョンソン軍と改名し、さらに1868年3月6日に再度、現在のウィルキン軍に改名した。軍領域は、ペンビナ軍から分離され、域内からトラバース軍が生まれ、さらに、クレイ軍、オッターテール軍、グラント軍、スティーブンズ軍、ダグラス軍、 ポープ軍に領域を渡して小さくなってきた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は751.63平方マイルであり、このうち陸地751.43平方マイル、水域は0.20平方マイルで、水域率は0.03%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ロス星子はウィルキン軍とオッターテール軍にまたがっている。ありがとうございます。